俺だ。山田盛り上げて、山田、山田、山田もっと声出せ。山田そういう声じゃないよ、そういう声じゃないって。なかなかボールに絡めます、はあ、ナイスアウト。山田盛り上げて、山田盛り上げて、山田盛り上げて、盛り上げて。お前全然盛り上がってないじゃないかよ、他と絡めねえな。え、しんどいとか言うなよ。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？他は大丈夫ですか？戦場よ。ということでじゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、こんにちは、神田です。今日は明日行われる福岡戦についてサッカーボードを使いながら福岡の対策攻略法についてお伝えしていこうと思います。まあ、早速ねサッカーボードを使いながらご説明していこうと思うんですけども、赤が新潟です。上に向かって攻めます。青が福岡です。下に向かって攻めます。新潟は秋田戦 4-3-3 のシステムを用いていたんですけども、福岡戦 4-3-3 のシステムを用いてくることはないんじゃないのかなと思うんですよね。なので一応今まで通りの 4-2-3-1 のシステムで赤の磁石を配置しております。福岡はおそらく3バック 3-4-2-1 のシステムを用いてくると思うんですけども、ザヘディ選手がセレッソ戦で一発退場しているということなので、まあ、ここのワントップ誰になるのか、まあおそらくウェリントン選手になるのかな。なので、まあ、2トップに変えたりということはないと思うので、セレッソ戦、柏戦と同じく、システムは 3-4-2-1 で来るんじゃないのかなと思います。福岡の守備時の時のシステムは少し可変します。ウィングバックが下がって後ろが5枚になります。そしてインサイドハーフの選手が
前にね出てきて、まあ3トップ気味って言ったらいいんですかね。まあ前線3枚並べて、まあ中盤が2枚になる 5-2-3 のシステムで守備陣は来ます。このシステムで前線からハイプレスをかけてきますので、新潟はおそらくビルドアップの時は、まあ小島選手スタメンだと思うんですけども、小島選手と2センターバック2枚でねビルドアップ開始するとがっつりはめられると思います。がっつりはめられるので、どうやって新潟はボールを前に運んでいくのか、ビルドアップをスタート時どう組み立てていくのかっていうところが一つポイントになると思うんですよね。なのでまあ中盤が、新潟の中盤の選手ですかね、秋山選手、奥村選手、石山選手、島田選手などが、まあ、落ちてきて、ビルドアップのね出口というかサポート役に落ちてきて、まあ、パス受ける、そういったことをまあ福岡戦は積極的にやっていった方がいいんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、ですけどもこのね福岡の 5-2-3、まあ、新潟が苦手とする5バックどう攻略していくかっていうところを、まあ、セレッソとか柏がうまくね攻略していたんですよね。解説者の方とか、もしくはサッカー雑誌、の番記者の方とかが、まあ、攻略法を書いていたので、まあ、それに基づきながら神田もね説明していこうかなと思うんですけども、まあ、5-2-3結構固い守備構築守備組織、そしてこれに対してハイプレスをねかけてくる福岡、うわぁ新潟からすると嫌な対戦相手じゃんってなると思うんですけども、 5-2-3 なのでここの脇が開くんですよ。ここの脇をやっぱり新潟がうまく使っていくということが一つポイントになると思うんですよ。さっきも言ったように前線3枚はめてくると思うんですよ。ハイプレスではめてきたら、まあ前線3枚の後ろにね、まあ2ボランチ、新潟のダブルボランチがしっかりまあ、ボールを受けれるように、まあ、下がって受けるのか背後で受けるのか、そこはね福岡の3枚のプレスのかけ方によってその都度変えていったらいいと思うんですけども、ここもしね、3枚ががっつり例えば内絞ってきてたら、こうやってね絞ってきてたらなかなかパス縦パス通せないので、その時は小島選手からまあ左のセンターバック、トーマス・デン選手、千葉選手、稲村選手にパス出せて、サイドバックが高い位置取って、ここで受けたらいいと思うんですよね。3枚が絞ってプレスをかけに来るんであれば。もしくは、新潟のダブルボランチがちょっと開いてね、この3枚に影響を与えるんであれば、多分ここの門が開くんですよ。ここの門が開くので、影響を与えてちょっとね幅取ってペナ幅ぐらいの立ち位置取って影響を与えたら、やっぱ縦パス通されたくないから、ここの3枚の間が開いた瞬間に必ずワントップとインサイドハーフの間に顔を出す、小島選手から、まあ、稲村選手、千葉選手、マイケル・デン選手にパスが出たら顔を出してあげて、ここでパス受けてあげて、パス受けれるな、ターンできるなと思ったら、サイドバックが上がって、ここでもらってあげたらいいんです。ここでもらってあげる。そしたら、福岡の、まあ、ダブルボランチって言ったらいいんですかね。中盤2枚の脇のところで、必ずサイドバックの選手が、パスを受けれるっていうことになると思いますので、そこが大事になるかなと。で、その時に一つポイントなのが、サイドバックがこの脇で受けれるポイントとして、しっかり、新潟の両サイドハーフ、右も左もウイングバックをしっかりピン止めしとくっていうことが大事ですね。ピン止めすることによって、ここに対して、
ウィングバックの選手がプレスかけてこれないので、しっかり新潟の両サイドハーフ、松田選手なのか、誰いる？松田選手が誰かいるかな、まあ、小見選手か、小見選手だったり、左は誰だ、長倉選手か小見選手か谷口選手なのかな、がしっかり福岡のウイングバックをピン止めする。そうすることによってここの脇を使うことができるので、でもしくはもう一つポイントとして、新潟がちょっとツートップ気味になる、ツートップ気味になるってことが大事なのかなと思います。ポイント2つ目、2トップ気味になるってことが1つポイントかなと。まあ秋山選手、奥村選手、石山選手とかが、まあ、ここでね影響を与える、ここの福岡の前線3枚に影響を与えながら、立ち位置をね、ポジションを変えていくってことが大事なんですけども、一緒にここの2枚、福岡の2枚のボランチ、中盤の2枚に対しても影響を与えていくってことが、まあ、大事なのかなと思います。まあ例えば奥村選手、秋山選手、石山選手がサポートに落ちてきたら、おそらくハイプレスかけてくると思うので、福岡は多分中盤がこういう形でついてくる可能性があると思います。ついてきたらここ開くじゃんってなんですよ。ここ開くじゃんって、開くんだったらここの奥村選手、秋山選手、石山選手、の動きに合わせて落ちてくる、2枚が落ちてきて、小島選手パス受けれるよ、俺たちパス受けれるよってなったら、多分おそらくついてくる、この2枚がついてきたらここ開くじゃんってなんですよ。開いた瞬間ダブル偽9番の動き、ダブル偽9番の動き、こう来ると絶対に絶対にアビスパのセンターバックがついてくると思うんですよ。ついてきたらこれギャップできるんで、ギャップ、ここできるんで、はたいてサイドバックもらって、ここのギャップ狙ってサイドハーフが走っていくっていうね。まあなんて言ったらいいのかな、 M 字って言ったらいいのかな、 MMM の段差にできるので、そこがポイントになるかなと思いますね。神田は見ていて、その解説者の方とかの、コメントとか解説とか雑誌を読んでいて、福岡の攻略法としてはそういった形をやっていくってことが大事ですかね。なのでポイントはやっぱりボランチが落ちる動きをするのかしないのか、それによって小島選手がボール持っててハイプレスかけてて、新潟の2センターバックに、千葉選手、稲村選手、トーマス・デン選手、マイケル選手、遠藤選手にパス出せないってなったら、出せるよ出せるよって2枚が必ず落ちてきてサポート役を担う、秋山選手、奥村選手、石山選手などが、ただ多分おそらくハイプレスでついてくる、で、あ、ついていった、食いついていったなっていうと、ツートップ気味になっているのであれば、新潟がツートップ気味になっているんであれば、ダブル偽9番の動きで中盤まで落ちてきてあげる。そうすると必ず、アビスパの2センターバック、3枚のうちの2センターバックは食いついてくるので、食いついてきた瞬間に、ダイレクトでここ正確にパス出してあげる。ダイレクトでボランチにつけてあげる。つけてダイレクトにここ出してあげたら、サイドバックが絶対受けれるので、ここの脇で、ここの脇で絶対受けれるので、そうなった瞬間サイドハーフがここの間のギャップ割って突破していく、もしくはもう裏蹴ってあげたらいいですよ。小島選手がここ見えるんで、後ろからだと小島選手、絶対小島選手のキック精度だったら絶対裏出せるんで、ここ出してあげてここ行ったらいいんですよ。もうさ、オフサイド絶対取られないので、だからそこの駆け引きをチーム全体でどうやって認識していくかっていうとこが大事になってくると思います。だからそこがなかなか平面でね、見えづらい、確認ができないとこがあると思いますんで、そこは常に神田が言ってるようにコミュニケーション、取って、まあ、石山選手とかが自分に、秋田戦の時は自分に秋田の選手を食いつかせて、ここ開くからここ出していいよって、ここ出せるよっていうようなね、そういったことを全員がやっぱり認識してやっていくってことが、まあ大事になっていくんじゃないのかなと神田は思います。続いては、
福岡陣地ね、新潟が侵入できた時にどう攻撃していくかってとこなんですけども、まあ、後ろ3枚で、まあ、藤原選手ですね、右の、サイドバック藤原選手が上がった時に、やっぱりどう生かしていくかってとこが大事になってくるんじゃないのかなと思います。で前線は、まあ、ツートップ気味に並んで、サイドハーフ、新潟のサイドハーフ、両サイドハーフが、まあ、ちょっと中気味にポジション取ってもいいんじゃないのかなと。できるだけ、新潟はこの福岡戦、選手の距離感を近く保ちたい。それはなぜかというと、5バックなので、まあ、なかなか後ろから前にできた時に、なかなかこう、相手に疲れると攻撃できないっていうことも、なりうるので、まあ、セカンドボールの回収とか、まあ、ルーズボールしっかりね選手の距離感近くすることによって回収していきたい。そしてもう一つはきっちり三角形をね作れる位置にいろんなところで三角形を作っていきたいっていうところが神田の、目的なので、三角形を作ることによって、まあ、パスルートが常にできますので、ハイプレス来て要が、後ろでね、5バック、待ち構えて要が、しっかりね、ボールは保持できる。さっき言ったように、ミスしても、必ず誰かが、そのルーズボールに対して、寄せていける。セカンドボールに対して寄せていけるってことができるんじゃないのかなと思うので、常に藤原選手が上がれるのであれば、すぐね、ボランチが縦関係取って、前線、ツートップ気味に、並んで両サイドハーフが中絞って常に三角形を保てるように、ポジション取るっていうことが大事になるかなと。そうなってくると、じゃあどうなるかっていうと、ここの前線、福岡の前線3枚が3バックに対して3枚かけてくる意味がなくなるというか、じゃあ誰がどうマークしていったらいいのかってなると思うんですよね。まあ、ここ2枚いますけど、こう出ていったらここ1枚空くし、みたいなね。どうするのって、枚数中盤足りねえじゃんって、藤原選手が来たら、2対3になって、数的不利になるじゃんってなると思うんですよ。そうなったら、おそらく、インサイドハーフの逆側の選手が落ちる。こういった形で、守備に戻っていくと思うんですよね。なので、中盤を3枚にして守る。もしくは、こっち側のね、サイドが落ちる。落ちて守備に回るってことがあると思うんですけども、まあ、セレッソ戦、柏戦見てたら、こういう形になったら逆サイドが、右の藤原選手が上がったら逆サイドの選手が落ちて、スライドして守備対応するってことがあると思うんですよね。あったと思うんですよ。そうなると、ここの福岡の3枚のうち逆サイドというか、右側ですね。右側のインサイドハーフの選手が中盤に落ちていったら、サイドバック、新潟のサイドバック上がれるんですよ。上がったら、またここで4対3になるので、そういったことを考えていった方がいいんじゃないのかなと思います。だから藤原選手、まあちょっとしんどいと思うんですけども、藤原選手。なのでこの福岡攻略はもう藤原選手がいないとマジできないです。福岡を、倒すためには、福岡から勝ち点3を奪うためには、もう藤原選手がいないと、神田の、戦術というか、いろんな方の解説者、バンキシュさんの、その記事を読んで、先日考えたんですけども、藤原選手がいないとどうしてもこう機能しない部分があるので、藤原選手が高い位置取っていけるんであれば、しっかり中盤で3対2の状況になるので、おそらく1枚下がるんですよ。おそらく1枚下がったら、新潟の左サイドバックが上がって、4対3になれば、普通にビルドアップできると思うんですね。ビルドアップできて、数的優位で、ボール回せるっていうことになるので、そこの、やっぱり、ここの3枚の1枚をどう押し下げていくか、押し下げることによって、左のサイドバックも上がれるので、中盤は常に数的優位が作れると思いますので、落ちなければいいんですよ。落ちなければもう藤原選手入れて3対2でボール回していけばいいので、でここピン止めしていけば、また食いついてきた瞬間に飛び出していけばいいので、食いついてきたら藤原選手が飛び出していくってことがあるので、ここの選手が下がるのか、ずっと、新潟の左サイドバックにマークついているのか、まあ、早川選手になるのかな、もしかすると稲村選手になるのかな、ここどう食いついて
行くのかどうか、ここをどうするかっていうところ、ここの福岡の選手が落ちるのか、そのまま前線にとどまって、新潟の左サイドバックに影響を与えるのかによってちょっと変わってくると思いますので、まあ、そこをねどうやっていくかっていうところが、まあ、一つ、ポイントになると思います。だから皆さん現地観戦される方、ダゾーン見られる方は、新潟が福岡の陣地内に侵入した時に、ここのインサイドハーフ、福岡の右のインサイドハーフの選手がどのポジションを取るかによって、左サイドバック、まあ、逆側も一緒ですよ、逆左右一緒なので、まあ、どういう、ポジションを取るかっていうところを一つ注目してみていってもらうといいんじゃないのかなと神田は思います。で、福岡の、攻撃のところなんですけども、まあおそらく岩崎選手が左ウイングバックで出場してくると思いますので、岩崎選手の走力を生かしながら福岡は攻撃してくると思うんですよね。まあ本当にボール保持してる時にシンプルにここのサイドバックの裏に出してくる。で、新潟の右サイドバック、まあ藤原選手だと思うんですけども、藤原選手をまあ自陣にね、押し返すっていうことになると思うんですよ。そうなると、岩崎選手が高い位置取るんで、ここのね、ボランチの脇のところが開くんですよ、新潟の。もしくはサイドバックの前のところ。じゃあここに対して、まあ、セレッソ戦とか柏戦は、ザヘディ選手が、まあこういう形で落ちてきて、岩崎選手が引っ張る形を取ったら、ここにボールを収めて、ここから数的優位を作ってサイドから攻撃していく、佐藤涼河選手は上がっていく、そしてボランチが上がっていくっていう形で、まあ、ザヘディ選手がここで起点となる、まあ、偽9番の動きって言ったらいいんですかね、そういったところのポイントを作って攻撃をしてこようとするので、新潟はここに対して誰が行くのか、誰がどう行くのかっていうところをしっかり整理していかないとやられる可能性があると思うんですね。まあ、ザヘディ選手は新潟戦、レッドカードを前節もらってるので出場しないということなんですけども、まあ、ここの役割っていうところは絶対誰かがやってくると思いますので、そうなった時にどういう風な守備をしていくのかっていうところが大事。ここ通されちゃうと本当に個々の能力が高い選手、ドリブルで仕掛けてくる選手が多いので、今野選手、鶴野選手、佐藤涼河選手と1対1仕掛けてきて、ペナルティエリア侵入されて足かけて PK ってなってしまうとかなり苦しいと思いますので、そこのところ、ここに落ちてくる、なんていうのかな、偽9番の動きをしてくるワントップの選手に対してどう守備を構築していくのか、そこでやっぱりね、ボールを奪う、奪い取るというところが、奪い切るっていうことが大事になってくるんじゃないのかなと、神田は思います。まあ本当に、台所事情が厳しい、新潟ですけども、もうそこはね、どのチームもやっぱ怪我人は抱えていると思いますので、いる選手全員で乗り越えていかないといけないと思います。しんどいのはもう選手はもう本当に間違いなく精神的ギリギリの状態で戦っていると思いますけども、まあ、神田は何回もねお伝えしますけども、1試合でもねやっぱり試合が多くできるってことはやっぱりサッカー選手としては喜びだと思いますので、まあ、ホームですので熱い応援を背に勇気持ってリスク背負ってやっていくってことが大事です。もう間違いなく神田は何回もこの動画で言ってますけども、新潟は先制点を取ることが大事です。で、特に福岡は先制点を奪われた試合は、ハイプレスがその直後から躊躇しますので、躊躇して全体のラインを上げた方がいいのか、上げない方がいいのかっていう、ピッチ内で混乱が生じる場合が結構あるんで、セレッソ戦も結構早い時間帯で先制点奪われてたし、柏戦も前半10分ぐらいで点取られてたと思うんですよね。ちょっと間違ってたら申し訳ないんですけども、もう、福岡は本当に早い時間帯に先制点、奪われると全体がアタフタするので、
そうなるともう新潟からすると絶好のチャンスだと思いますので、まずは先制点を奪うことを意識して、新潟がやっぱり立ち上がりですね、本当に立ち上がりの部分でどう福岡に影響を与えていくのか、しんどいと思いますけども、気持ち的に何回も言って申し訳ないんですけども、精神的にギリギリの状態だと思うんですけども、そこをやっぱり乗り越えていけるかいけないかでまたこの先の戦い方が変わってくると思いますので、いるメンバー全員で気持ち込めてね、ピッチで 100%120% ね、表現できるように戦ってほしいなと思います。で、福岡戦の、まあ、新潟のスタメン予想なんですけども、めちゃめちゃ迷うんですけども、ゴールキーパー小島選手、左サイドバックが早川選手になるんですかね。もし堀米選手が復帰できそうであれば、まあ、堀米選手の可能性があるのかなと。で、左、センターバックが稲村選手が大学リーグがあるんですよね、その日。なのでその辺も含めてトーマス・デン選手になるのかなと。で、右のセンターバックがおそらくマイケル選手復帰できるんじゃないのかなと思いますので、マイケル選手が復帰、右サイドバック、もう精神的にも体力的にももう本当に藤原選手がギリギリの状態だと思いますけども、もう藤原選手しかいないです。だからこの福岡戦、藤原選手きついと思いますけども、もう本当に新潟にはなくてはならない存在、山口県山口市が生んだスーパースター、超人スターの藤原選手が福岡戦引っ張ってくれるんじゃないのかなと思って、右サイドバックは藤原選手、ツーボランチに、まあ、秋山選手、奥村選手かなと。で、左、サイドハーフに谷口選手、トップ下がめちゃめちゃ迷うんですけどね、長倉選手なのかどうなのか、葛西選手も大学リーグがあるんでなかなか厳しいので、誰か復帰してくる選手がいるんであれば小野選手とか、もしくは太田選手とかができるのであれば、トップ下ねちょっとこう変えて、小見選手真ん中の左太田選手とかになってくると思うんですけども、現状は長倉選手しかいないのかなと。本当に攻守ともに、守では藤原選手、攻撃では長倉選手と負担大だと思いますけども、まずはこの福岡戦は勝ち切ることが大事だと思いますので、長倉選手かなと。で、右は小見選手で、ワントップは鈴木選手になるんじゃないのかなと神田は予想します。まあ、もしかすると大学リーグの兼ね合いで稲村選手、葛西選手が福岡戦、出場していいよと、大学、側から OK が出れば、もしかするとシステムが、もしくはシステム、もしくは、スタメンが変わってくるんじゃないのかなと神田は思います。まあ、本当に全戦力で、乗り切っていくしかないと思いますので、まあ、神田は現地行けませんけども、同時視聴しながらもう精一杯ね応援していきたいと思いますので、まあ、苦しい状況ですけどもみんなで乗り切っていきましょう。これを乗り切ったら必ずね、自分たちの本当に、なんだろうな、これから先大きな成長になっていくと思いますので、苦しい時期は今だけだと思いますので、みんなで歯を食いしばって、やれることをやって、福岡戦ぜひとも勝ち点3を奪って、まあ、公式戦2連勝っていう弾み、勝つことでやっぱりね、この苦しい状況、やっぱり気持ちの部分で全然違ってくると思いますので、秋田戦いい雰囲気でね勝てたので、しっかり集中して、立ち上がり集中して、前半15分までに先制点奪えたら福岡戦勝率はぐっと上がると思いますので、そこをねしっかり立ち上がり集中してやっていってもらいたいなと思います。
本日も長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。それではまた。山田は間に合わずということで、はい、山田は間に合わずということで、じゃあ勝ちましょう。いや勝ちましょうですね、勝ちましょう。すいません、滑舌悪くて、滑舌悪くてすいません、はいはいはい、ちょっとね、神田はセレッソ戦以来なので勝ちましょう、勝ちましょう、立ちましょうじゃないですね、勝ちましょう、ゴールして立ちましょう、はい、勝ちましょう、いくぞ、おーおー、あざーす。山田は間に合わなかったですけど、須藤さんと米子さんは間に合うということで、ね、マジ空気読めねえですね、あいつは。出場停止ですかね、あいつ。じゃあ皆さんもうちょっと寄ってもらって行きましょう。今日は、はい、勝ちましょうね、立ちましょうじゃなくて勝ちましょう、勝つぞ、あざっす。